皆さんこんにちは、松本明弘です。今回は2003年11月に行った札幌からの聖地旅行、これを振り返りながら聖地旅行の基本形、どういうルートで進んでいくことが多いのかっていうことについてお話ししています。前回はベングリオン空港で着陸した後、カイザリア、カルメル山、ナザレ、カナを経てガイダヤ湖まで来たこと、その中でも特にカペナウムに行ったところまでお話ししました。今日はその続きですね。ガリラヤ湖畔といえば、私が一番好きなのはペテロ照明教会という教会のあるところですね。この舞台となるのはヨハネ21章。復活されたイエス様がペテロをはじめ7名の漁師たちに現れてくださり、そして朝ごはんを用意していてくださったという場面、そこがこのペテロ照明教会なんですけども、教会の建物の中に入りますと岩がむき出しになってますね。だいたいイスラエルの教会ってのはここで何かが起きましたと言われている、その重要なところを中心にして教会の建物を建てるということが多いんですが、ここで中心になっているのはこの岩です。この岩はイエス・キリストが弟子たちのためにパンを焼き魚を焼いておられたのではないかと思われる岩だから、その岩には名前がついてまして、メンサ・クリスティ、これはキリストの食卓っていう名前がついた岩なんですけどもね、まあそこに行くと本当に感動します。ここでイエス様は朝ごはんを作ってあの弟子たちを待っておられ、そしてペテロにもう一度新たな飯を、羊飼いとしての飯を与えてくださったんだなっていうことを実感する場所です。そこからほど近いところ、少し山を上がったところに行きますと、山上の水訓教会というところがありますね。イエス様はマタイの福音書5章から7章にかけて長い説教を語られました。それは山の上から語られたということで、いわゆる山上の水訓と呼ばれているんですけれども、本当に美しい景色が見えるところに立っている教会。そしてこの教会の建物がですね、特徴があるんですね。八角形なんです。どうして八角形なのかなと思ったら、マタイの5章に幸いなるかなこういう人はって書いてある。あれ8つの幸いが出てくるんですね。ですから一辺につき1つずつ幸いが中に入ると書かれているっていうのが、この山上の水訓教会のデザインです。さらにこのガリラヤ湖畔で滞在しているときに、1回は必ず食べるのはペテロの魚と呼ばれているものですね。焼いてもよし、唐揚げもよし、私は唐揚げの方が好きですが、日本の醤油が合います。そして箸で食べた方が食べやすいですね。これはマタイの17章でイエス様が税金を払うためにペテロに魚を釣りなさい、その釣った魚の口に銀貨があるからそれを私とあなたの税金として納めなさいって言われた、その時にペテロが釣ったであろうと言われている魚なんですが、まあこの魚の口で銀貨が入るかなって思うようなですね、やっぱり魚の種類は違うんじゃないかなと思いますが、今たくさんの観光客が来て誰もがこの魚を食べたいと思っているので、せっせと養殖している魚なんですね。とても美味しいです。そしてガリラヤ湖の南端に行きますと、ヤルデニットっていうところがあるんですが、そこに立派な洗礼場ができてます。かつて聖地旅行をした人たちがですね、ヨルダン川で思い思いに洗礼式をやって、時々危険なことがあったんですね。でこれは危険だと、ちゃんとした洗礼場を作ろうということで、ガイラヤ湖の南端、水が豊かにあふれ流れているところにこの洗礼場が作られていますので、そこで多くの方々が洗礼を受けていらっしゃいますね。
またはせっかくイスラエルに来たから献身の印としてということで水の中に入る人もいらっしゃいます。毎回行くわけではないんですけども、このガリラヤ湖から北に40キロぐらいバスで行ったところにピリポカイザリアっていうところがあります。これは聖書時代の地名がピリポカイザリア。地中海沿いにもカイザリアがありましたね。こちらはヘロデ大王の息子のピリポが作った、皇帝テベリオに敬意を表して作った町ということで、今はバニアスと呼ばれています。イエス様はマタイの16章を見ますと、弟子たちだけを連れてリトリートに行かれましたね。普段いつも群衆に囲まれているので、13人だけで静かなところに行こうって、イエス様って健脚だったなと思います。私たちバスだからいいけど、40キロちょっとリトリートに行こうって言って歩かれるわけですからね。あのナザレという町は本当に山の上にある町なんですね。だから起伏が激しい。あそこで少年時代青年時代過ごされたイエス様なので、健脚だったんだろうなっていうふうに思いますけれども、このピリポカイザリアまで行った時にイエス様は弟子たちに聞くんです。人々は私のことを誰だと言ってますか。はい、エレミアだという人もいます、エリアだという人もいます。 OK、 分かりました。じゃああなた方はこれまで3年近く私と一緒に寝食共にしてきているわけだけども、あなたたちは私のことを誰だと言いますかと聞いた。その時にはい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 と手を挙げたのがペテロですね。そしてペテロは言ったんです。あなたは生ける神の子キリストです。これがイエス様が聞きたかった告白ですね。イエス様は本当に喜ばれて、それをあなたに示したのは人ではなく天の父ですよっていうふうにおっしゃり、そこで初めて教会についての啓示を弟子たちに与えてくださったという重要な場面。このペテロの信仰告白が引き出されたことによって、その直後を読みますと、その時からイエス様は受難予告を始めたと書かれている。これから私はエルサレムに行って、そこで捕らえられて、ひどい目に遭わされて、十字架にかけられて殺されるけれども、3日目に復活するんだという受難予告ですね。これは十字架の半年前になされたのが1回目の受難予告。その時から始めて、聖書に書かれているのは合計4回の受難予告がありますが、それを経てイエス・キリストは十字架に向かっていかれる。その1回目の受難予告がなされたのもこの場所ですね。さあ、ガリラヤ湖を後にして後ろ側に引かれますけれども、ヨルダン川沿いを南下します。まっすぐ行くと、まあ、途中エリコの町で泊まることもありますね。エリコの町の近くに誘惑の山、マタイ4章でイエス様がサタンから誘惑されたのはここであろうと言われているテンプテーションマウンテンというところがあります。そこもありますし、またエリコといえばザーカイが有名ですね。イチジクグワの木がそこにあります。ああ、こういう木にザーカイは登ってイエス様を見下ろしていたんだなとか、エリコといえばマルコ10章にバルテマイが登場しますね。目の不自由な物乞い、しかし大きな声でダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫んだあのバルテマイもここにいたんだなっていうことを思い出します。あそこで目を開けていただいたバルテマイは、ここからイエス様と一緒にエルサレムに向かっていったんだなっていうことが分かりますが、その時私たちはエルサレムに行かないでさらに南下します。さらに南下すると視界が見えてきますね。さあ、前回ガリラヤ湖は世界で最も低い淡水湖である海抜下200メートルだって申し上げたけども、その海抜下200メートルのガリラヤ湖からヨルダン川が流れて、流れ着くところが視界です。この視界が海抜下400メートル、世界で最も深いところがこの視界ですね。そこはですね、水が蒸発して塩分が非常に高くなっている、まあ、日本海の塩分が 3.5% だとすれば、
この視界は 30%。 どんな金槌でも浮きます。視界に行ったらぜひ浮遊体験をしていただきたいと思いますね。あそこに行って浮遊すると神様に全てを委ねるっていうのはこういうことなんだなっていうことを実感されると思います。この視界沿いにもいくつか重要なポイントがありますが、まず北端にクムランがありますね。このクムランは以前視界写本が発見されたことで有名になった場所ですということについてお話ししました。あの時以来イザヤ書53章がイエス様の後に書かれたなどということを言う人はいなくなったというお話もしましたけども、このクムランからさらに南下しますとエンゲディっていうところが出てきます。このエンゲディ、エンっていうのは泉ですね。このエンっていう言葉を使った地名が結構多いです。なぜかっていうと泉は本当に貴重だからです。この視界の周辺っていうのは荒野なんです。雨がほとんど降らない。それなのになぜ泉があるのかっていうと、エルサレム側の高台の方で降った雨が地中深く浸透し、それが噴き出している。その結果そこだけ緑があるんですね。ゲディってのは小ヤギって意味です。だからエンゲディってのは小ヤギの泉、すなわち小ヤギがそこで水を飲むことのできる泉ということなんですけれども、そこからもうちょっと登っていくとダビデの滝っていうのがありますね。私はこれまで何度もこのダビデの滝まで行きたいと思ったんですが、この地域ってのはものすごく暑いんです。他の地域ではまあまあ涼しい時期に行っても暑くてもうこれ以上進めないっていう感じですね。初めて前回2月に行った時にダビデの滝まで約30分歩いて行くことができました。もう気持ちのいい水がですね噴き出している。なぜそこがダビデの滝と呼ばれているのかっていうと、これも以前サウルの手から逃げたダビデが洞窟に入っていたという話をしたことがありますけれども、第一サムエル記の24章、あの時ダビデは追ってくるサウルを逃れてこの辺りの洞窟に隠れていた、どの洞窟に隠れていたのかなと思いますが、そこには絶対水がないと生きていけないわけですから、このエンゲディにダビデはいたんだなっていうことがわかります。そこからさらにもうちょっと南に行きますとマサダ、これは要塞という意味ですが、これは聖書には登場しないんですけども聖地旅行には必ず入ってきますね。マサダという自然の要塞がそこにあるんですが、高いところにあります。どれぐらい高いかって400メートル、だから視界が海抜下400メートルで、そこから400メートルのところにマサダがあるってことは、このマサダの上に立つと結構高いところにいるような気がするんだけども、そこは海抜下ゼロであるということがわかります。このマサダがどうして有名になったのか、高いところですからロープウェイで上がりますけどもね、それは紀元70年にローマ軍によってエルサレムが破壊された、ユダヤ人が虐殺されたっていう時に967人がここに籠城したんです。かつてヘロデ大王が蓄えておいた食べ物があったんですね。あの乾燥地域ですからずっと残っていたみたいですけれども、この967人が3年間立てこもったんです、ローマ軍相手に。高いところですからなかなかローマ軍上がってこれない、上がってこようとすると上から石投げるから上がってこれないということがなされていた。ところが最後ついにローマ軍は坂道を作るんです。そしてその坂道を作るために用いたのがユダヤ人の奴隷なんです。彼らは石を投げようとしたら同胞のユダヤ人だったから投げられない。そして坂道ができてついにそこをローマ軍が上がってきて、そして翌日このローマ軍は攻めてくるということが分かった時に、この967人が集団自決をするという本当に悲しい出来事が起きたのがこのマサダ。
マサダを繰り返してはいけないっていうのがユダヤ人の合言葉になっているわけですね。ですから聖書には出てこないんですけれども、ユダヤ人の歴史を考えるときに、外すことのできない場所、それがマサダです。そしてそこからまた死海沿いを北上しまして、北端まで行ったところで左折します。そこからぐっと上がりますね。死海はマイナス400、エルサレムはプラス850、つまり1200メーターぐらいの高さをバスは登っていく、約1時間ぐらいですけれども、ですから途中ちょっと耳がですね、ちょっと変だなって感じるぐらいの高低差があるんですけども、いよいよエルサレムに入っていく。そして登り切ってこのエルサレムの街が見えた時の感動はまたひとしおですね。エルサレムといえばオリーブ山の上から見下ろすパノラマ写真は有名だと思います。そこから神殿の丘が見える、エルサレムの全体が見えるわけですね。そしてこのオリーブ山の頂点から坂を降りる、これがあのシュロの手術にイエス様がロバの子に乗って降りた坂道なんですが、そこを降りるとそこにはゲッセマネの園があります。イエス・キリストがここで血の汗を流して祈られた、そこに立っている教会がいろんな国からの献金でできた教会ということで万国民の教会と呼ばれているんですけども、その教会があり、その教会の中心にあるのはイエス様がきっとこの岩の上で祈られたであろうと思われているところが祭壇となっている、そういうところに立っているのが万国民の教会。ゲッセマネっていうのは油絞りって意味なんですね。ここはオリーブ山のふもとですから、オリーブがたくさん取れる、そのオリーブに圧力を加えてじわっと油を出す、これが一番絞りのオリーブ油なんですけども、それと同じようにイエス様に激しい圧力が加わった結果血の汗を流して祈られた、それがゲッセマネの園です。エルサレムに行くと必ず西壁に行きますね。時々嘆きの壁とも呼ばれていますけれども、紀元70年にエルサレムを破壊されて以降、ユダヤ人はここに近づくことができなかったんだけども、1967年6月の第三次中東戦争、またの名を6日戦争によってここを取り戻すことができた。それ以来ユダヤ人はこの西壁で祈ることが最も大切なこととされていたわけですね。なぜ西壁が大切なのか。その西壁の上に神殿の丘があり、その丘の上にかつて神殿があったんですが、神殿というのは東側から入ってきて一番奥が至聖所だから、西側が至聖所、その一番聖なるところに一番近いのがこの西壁なので、そこで祈ることをユダヤ人は心から切望していたわけですが、それがついに実現した。もう一つエルサレムでどうしても行っておかなければならないところはペテロ啓明教会。鶏が鳴くって書きますから、ああ、あの場面だなっていうふうにわかると思いますが、それはもともと大祭司カヤパの官邸と呼ばれているところですね。ゲッセマナの園で祈っていたイエス様が捕らえられて、そこに連れてこられて徹夜の裁判をさせられたという場所です。そしてその中庭のところにはペテロの像があって、3人の人からお前イエスの仲間だろって言われて、私は知らないって炭火に当たりながら答えている彼の像がそこにあります。このカヤパの官邸のすぐ横に階段が発掘されました。これは最後の晩餐の後にイエス様と弟子たちが賛美の歌を歌いながらゲッセマノの園に向かった時に降りてった階段で、ゲッセマノの園で捕らえられたイエス様が後ろ手に縛られて早く歩けと言われながら引っ張り上げられたのがこの階段と言われている、それが出てきたんですね。そしてそのすぐ横にこのカヤパの官邸があります。
エルサレムの旧市街っていうのは城壁に囲まれていて、いくつかの門があるんですが、その中の一つにライオン門っていうところがあります。このライオン門から入ってすぐのところにベテスダの池があります。これもしっかり残ってますね。ベテスダの池といえばヨハネの福音書5章に登場します。そこからほど近いところにかつてのアントニア要塞があったんですね。アントニア要塞というのはローマの総督がエルサレムに来た時に駐在している場所なんです。だからイエス・キリストが十字架にかかるあの朝にポンテオ・ピラトがいたのはこのアントニア要塞でした。そこにイエス・キリストは連れてこられてローマの裁判を受け、ついに死刑判決が下されるというところから始まって、ヴィア・ドロローサ、悲しみの道と呼ばれているそのルートがあるわけですね。これは14世紀ぐらいに確立した巡礼のルートだそうですけれども、このイエス様の死刑判決が出されたところからイエス様が十字架の横木を背負って歩き始めて、そして途中まで来た時に勾配が急になるんですね。そこでもう倒れて動けなくなってしまう。そこでローマの兵士はクレネ人シモンに対してお前が担げと言って担がせる。そしてイエス様はその後歩いて行ってゴルゴダの丘にまで行く。その距離がだいたい700メーターぐらいなんですが、そこを14のステーションに分けているのがヴィア・ドロローサ。だからゴールはゴルゴダの丘、そこに立っているのが聖墳墓教会。その教会の建物の中にあるので、ここが丘なんだっていうのが実感が湧かないんですけども、教会の中に入って裏の方に行ってみると、あ、確かにここが丘なんだなっていうことが分かります。そこにキリストは十字架につけられ、そしてそこからほど近いところにある墓に葬られたというふうに書かれています。それが納められているのが聖墳墓教会ですね。そしてもう一つ素敵な場所がありますが、それは園の墓と呼ばれています。これはイギリス国教会が運営している場所で、すごく綺麗なイングリッシュガーデンのような雰囲気の中にあるお墓なんですね。ここのお墓に本当にイエス様が葬られたかどうかは分かりませんが、こういう形のお墓に入れられたことは間違いない。だからイエス様はこういうお墓に入れられたんだっていうことを私たちが思い描くのにすごく良い場所、または静まって、お祈りするのにとても良い場所、それが園の墓です。で、その中の墓の入り口のところ、かつては石を転がして蓋を閉めてたんですが、観光客が来るたびに石を転がすのは大変ですから、今は木のドアがついていて、そのドアの上に文字が書かれている。英語で He is not here, for he is risen. ここにはおられません、よみがえられたのです。なんだ、エルサレムまで来たのにここにいないのかってがっかりする人は誰もいません。そうだ、イエス様の死体は残ってない、この方は復活した、そして今も生きておられて信じる者と共におられるんだということを確認する、そういう場所ですね。確かにイエス・キリストはこのエルサレムに来られ、私たちの罪を背負って十字架で死なれ、確かに墓に葬られたけども3日目に復活して今も生きておられるお方だ。エルサレムに行くことによって私たちはこのことを改めて実感することができる。そして私たちが信じていることは確かに歴史的に起こった事実なんだっていうことを確認することができる旅だなというふうに思います。次回からは一つ一つの場所に立ち止まって、そこで聖書のメッセージに耳を傾ける動画を作りたいなと思っています。それではこの続きはまた次回お話しいたします。ありがとうございました。